ISFJ から。 ISFJ は組織人とありますね。はい。ゆえにこと書いて反応するやつ。チームワークとか嫌いですもんね。そう、前ね、チームプレイヤーってあったんですよね。チームプレイヤーか。じゃあ、これね、もっと。じゃあ、これちょっと先に言っていいですか。はいはいはい。僕前、チームプレイヤーで反応したじゃないですか。うんうんうん、おかしいと。はい、要は他が理想家とか、うん、そのリーダーとか、責任者とかって。でも、うん、あんまり。いや、なんていうんだろう。はい、それって、なんか立場、うんうん、立場が並ぶんだろうなと思うじゃないですか。うんうんうん、で、まあ僕は例えば ESFP だとすると、うん、まあ楽天家って言われて、はい、お前それちゃうやないかとか思いながらも、うんうん、まあなんか表してるなと思うんですよ。うんうん、でもこのチームプレイヤーって、うん、なんて言うんだろう、結果そうかもしれないけど、うん、いろんな形があるわけじゃないですか。はいはい、チームプレイヤーって、うん。それを言えよって言ってるのに、うん、チームプレイヤーって変じゃねえと思ったんですよ。で、これもそうですよね。組織人って。いや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 、組織人って結果組織の人ではあったけども、うん、組織人を求めるって話じゃないですか。チームプレーを、結果チームプレーになった人じゃなくて、チームプレーを求めてる人、結果組織人になった人じゃなくて、組織人を求めてる人、みんなでやろうぜの人、みんなでやろうぜが好きな人みたいな。なるほど。っていう意味じゃないですかね。ではちょっと読んでいきましょうか。はい、組織人とあって、うん、組織の中で生きていく人、名誉にかけて義務を果たす人、うん、とあって、忠誠心が強くひたむき、うん、思いやりがあり実直責任感があると、うん、で、地に足がついている、うん、責務は必ず果たす、うん、忍耐強い、優れた記憶力、強い労働倫理を持っている、うん、伝統的、保守的、うん、常識的、データを扱うのが得意、うん、で、静かで控えめ、勤勉、優しく同情心がある、一対一の人間関係を好む、うん、とあって、うん、ほらもう利用される空気がしません、なんか。まあでもそこを突き進む、この EN なんとかの人たちがね。お前やっとけよって。あ、なんかもっと言ってる感じのイメージでしたけどね。もっと言ってるというのは、なんか戦国武将的な、私が行ってきますぐらいの。あ、なるほどね。命を賭してね。命を賭して影腹を切っておりますの人ね。なるほど。そんなイメージがしました。なるほど、はい。まあ、そこまで言われればね。じゃあそんな人の、うん、ISFJ さんの、仕事に関連する長所と短所、うん、ではまず長所から。集中力があり仕事に没頭できる、強い労働倫理を持っている、責任感が強く勤勉、協調性に優れている、調和のある人間関係が築ける、非常に実践的で現実的な姿勢を持つ、事実に正確で詳細に注意を払う、人にサービスをするのが好き、同僚や自分より地位が下の人間の力になろうとする、組織の伝統を維持したいという意思を持ち、これまでの方法を踏襲しようとする、帰属意識が強く秩序を愛する、忠誠心が強く昔ながらの体制の中で働ければ居心地がいい、連続した作業やルーチンワークを続けるのが得意、責任感が強い、実行すると断言したことは必ず実行、昔ながらのやり方を好む、肩書きや地位を尊敬する、常識があり現実的なものの見方をする。ほら漂うじゃないですか。はい、硬い硬い感じが、硬い感じですよ。でもその硬いのが好きな人ってことですよね。ま、あの硬いのが必要な時もありますもんね、うんうん、僕はなんか前の会社をそれで辞めましたけどね。それが居心地のいい人がいるって話ですもんね。もういちいち、その言われる側はきついですよ多分、はい、その硬い人の下にいる部下とかはきついけど、はい、その硬い人は心地いいかもしれないですよね。だってまず坊主がダメが言われるんですよね。社会人って、うん、で坊主がダメって言う方ですもんこの人。そうで言われるんですよ。じゃあわしに何かい、わしにバーコードハゲあれ言うんかいみたいな。うん、
だからあの言う方は別にそんなに嫌じゃないのかもしれないですよって話です。あ、バーコードにするのが、あんと言う側じゃないですか、する側じゃなくて。はい、うん、ああ硬い硬い上司側ですよ、上司、うん、そうですね、上司の立場だったら硬くても別にいいかも。こうやってお前らみんな言うこと聞けって言えるわけじゃないですか、うん、確かに、うん、上司は絶対だろう、言うこと聞けって言えるわけじゃないですか。言われるんですよ。だから、まあ、上司の立場としては居心地がいいかもしれないですよねって。床が汚れてるから掃除しろって、うんうん、で言うじゃないですか、あ、ここ僕がよこしたんじゃありませんはいはい、はい、そうするとまた言われるんですよ、うんうん、下っ端だろうみたいな、うん、あ、立場ですかみたいな、あ、じゃあ立場なら分かりましたいう言い方をしますよね、こっちは、うん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 、そうすると上司が飛んでくるんですよね、一個上がすいませんと、うちの部下がすいませんと、うん、すいません、ちょっと昔思い出しちゃいました、はい、うん、ここが F なんですかね、 F かも、あ、そう、まあ、そうですね、感情的に自分の感情が乗っかる、ちょっともう、はい、あ、カッとした時に出てくるはい、はい、無意識の部分が出たかもしれません、うん、というところで、では短所、自分自身を過小評価しがち、自分がどんな欲求を持っているのか主張しない、まだ試されていない新しいアイデアには抵抗を覚える、批判に傷つきやすい、緊張感が張り詰めた職場ではストレスを感じる、細部にこだわりすぎる、未来よりは現在に目を向けたい、物事の裏の意味や行間を読み取るのが苦手、仕事を背負い込みすぎる、素早く手段を変えたり方向転換したりするのが苦手、同時に多くの仕事を抱え込み疲れてしまう、もう自分は必要とされていない、誰にも感謝されていないと思い込み気落ちしがち、一旦こうと決めたら途中で考え直したり自分の立場を変えたりしようとは思わないっていう、なんかね、ここを見ると、あの、自分 ESFJ の自覚もあって、はい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 、もしかしたら内向じゃねえかっていう自覚もあったりするのではいはい、はい、そうすると僕ここに来るんですねあ、自分が言われてる気になる、そう、うん、なると僕は結構、うん、頭が固いしあの途中で方向転換するの苦手だし、うんうん、ルーチンワーク好きだし、うん、っていうのがあってですね、うん、ちょっと、はい、言われてる感はあります、はいはい、というところで、うん、ではじゃあこんな ISFJ 型に、うんうん、向いている仕事、うん、一番初めに来るのが健康と医療です、うんうん、健康と医療の分野では ISFJ 型は直接的に人の力になることができる、この分野では手先を使える上クライアントや患者と一対一の関係を築き上げることができると、 ISFJ 型は現実的な方法で人に力を貸すのを好む、健康医療の仕事には昔ながらの組織や文化の中で比較的一人で働くことができる機会が多いので ISFJ に向いていると。なるほど。なので医師、看護師、歯科衛生士とか、栄養士、保健師、獣医とかそういった健康医療のなんとか師っていうのがずらっと出てきます。あの、僕は勝手に教師だと思ってたんですけど、はいはいはい、ISFJ イコール、うん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 、やっぱりなんかこの人と接しながらな人なんですね、うん、で次に出てくるのが福祉教育、 ISFJ は人の力になり、ごめんなさい、どうしたんですか、いやだったら組織人って書くなよってなんかそれっぽいこともっと考えろやが出てきました、うん、まあ行きましょうごめんなさい、すいませんでした、はい、福祉教育というのが出てきて、INFJ 型は人の力になり社会に貢献したいという気持ちが強いので教育の分野でも活躍すると、特に生徒と触れ合い基本的な知識を教えることができるので小学校で教えるのを好む人が多いと、地域に根付いた教育の行政の場での仕事にやりがいを感じる人も多い、自分の貢献が認められる組織で一人の時間を多く持つことができれば働きやすい、そして自分に何が求められているのかはっきり認識したいとあって、また
あとは研究の分野では徹底的な調査を重ね、一人で作業に没頭できるので ISFJ 型に向いている。完全で詳細な記録を保管する能力が求められるキュレーターの仕事も ISFJ 型に向いているとあって、教師とか司書、社会福祉士とか、ソーシャルワーカー、カウンセラーとか、まあコーチ関係ですね、あとトレーナーとかみたいなことが書いてあります。なるほど、はい。で次に出てくるのがビジネスサービス、この分野では特に1対1で人と接する仕事が向いている。多くの ISFJ 型が組織の中で人をサポートする能力を発揮する。そしてデータなど重要な詳細を扱い、最後まできちんと仕事をやり遂げる。特に尊敬する人物のサポート役をしているとやりがいを感じる。コミュニケーションを取る能力を駆使して他人が必要な情報を得られるよう尽力する。販売の仕事では大きな百貨店であろうと規模の小さい専門店であろうと ISFJ に向いていると。例えばブティックのオーナーとか、細かい部分にまで注意を払い、お客の気持ちを汲み取り、店の様子を敏感に感じ取り、長期の顧客を獲得しようと努力する才能があるとあって、まあ、秘書、顧客サービス、人事部とか、フランチャイズ店のオーナーとか、小売業、販売業、接客業、あと旅館とかホテルとかですかね。あとは、不動産の仲介とか、そういったことが書いてありますね。あと次に出てくるのが、クリエイティブ、テクニカルとあって、この分野では日常的に使用する具体的なものを扱う仕事が ISFJ 型に向いている。インテリアコーディネーターは持ち前の審美眼を活用してクライアントの欲求に応じられる。電気技師には技術の正確さが求められ、定められた手順を踏む真面目さも求められる。とあって、まあ、電気技師とかインテリアコーディネーターとか、画家、音楽家、あとはあの宝石の加工とか、みたいなことが書いてありますね。なのでバリバリの営業マンとか、他のところでよく出てきたマーケティングプランナーっていうのは出てこなかったが、まあプランマーケティングとかは、まあ、データなのでいいんでしょうけど、そのバリバリの営業みたいなのはこの外でガツガツではないような気がしますね。まあ、接客ぐらいは良さそうですよね。はい、あ、来るお客さんが来る、来てなんかおもてなし的なものはいいけど、はい、みたいな、はい、売り込みみたいなのはこっちからそうこっちから、あの玄関のところにドンって靴を挟んで話を聞いてくださいっていう感じではなさそうですね、はいはいはい、なるほど。ちょっと僕もこれを見ながら ISFJ かもっていうのを思っている、規制概念が抜けない、ひらめきのない僕にはひらめきのない、という自覚を持ってます。ひらめきがないんじゃないんですけどね、多分。教えて教えて。まあそっちをひらめきよりもうそっちを重視してるって話ですもん。まあめんどくさいんでしょうね、あ、僕がこっちの方が好きって話ですからね。僕が思うのは、多分めんどくさいんですよ、多分そうですよ。新しいことやるよりも、決められたことでちゃってやった方が早いでしょって思ってるんですよ、そうなんですよ。なんかこう得意とか不得意じゃないと思うんですよね、僕タイプってそっちが好きなんですよ。でもなんかね、これをひらめきがひらめきが、あのね、やっぱりコンプレックスに思ってるんでしょうね。あ、その多分、まあ、思考的に、思考っていうか偏り的に、思考の偏り的に、多分もうひらめきとかよりもそっちを重視するわけじゃないですか、なので苦手だってやっぱ使うものが得意になってはくるじゃないですか。で、ね、S の僕は、そこでなんかコンプレックスを感じるじゃないですか、で逆にじゃあ逆のなんて言うんだろう、ひらめきとか、そっちの方が、こっちに憧れを抱いてくれるかっていうと、それはないんですよね。ひらめきこそがそんなこともないと思いますけどね。その規制概念にどっぷりでいいなとは言わないじゃないですか。規制概念にどっぷりでいいなとは言わないかもしれないですけどなんかこうやらなきゃいけないことがやれなかったりする、みたいな、うわーみたいな、
ていうのはある